それじゃあ、最後に1曲カラオケでやりたいと思います。あのボーナストラックで1曲入れたんですけど、打ち込みのやつを、僕がトラックを作って歌って、 MC が吉本佳代をやってます。おそらくそれが入ってると思うねんけどね。はい、お願いします。いや、底が抜けた瓶から溢れ出した未来、形変えただけの言葉、どっかの受け売り、希望なんて裏腹、浅な言うな置き去り、悪い予感ばかり的中、息をすればげんなり、噂話レベルの為政者ばかりうんざり、知らないうちに鳴らされた穴がでかいぽっかり、垂れ流すだけのテレビ、ウォシュレットじゃなかったよ、こびりついて剥がせないマイルドな悪意、コメンテーターセット煽らないで分断、煽ってんのお前だよ、果てしないな分断、平穏な世界希望だけども分断。12月のラジオから今年もまたイマジン。所詮は共同体なんてフィクションで幻想、未だに気づけないがヤバすぎる空想、やってるふり大好きか、えらい声で無双、長いものに巻かれすぎて首絞めて敗走、匿名希望の悪魔はいつだって迷走、変なもんばっか食ってるからお腹痛い闘争、ノーと言える男になりたいか、oh, no, no. この国を取り戻す鎖国してる王の差別区別選別、いい加減にレイシストファッキン、そうだ今日は分別しなくちゃ燃えないゴミだよレイシストファッキン、ホワイトブラックイエロー、なんならグリーンでもいいじゃん。ところであんた一体何人？ Yes, imagine。 ジョン・レノンもジョス・ローマンもボブ・マリーももういない。2020年、今は2020年。ジョン・レノンもジョス・ローマンもボブ・マリーももういない。Yeah、 一言だと笑ってたら近づいてきたって貧困、墓場まで持っていきても消せなかった結婚、12月の常連のに毎年打ち込まれるのは断固、永遠に消せるはずない傷跡見るたび鎮魂、フェイクに踊らされ我を見失った人々の目が覚める朝がいつかきっと来るのだ、ヘイトクライムを撒き散らし我を見失った人々の目が覚める朝がいつかきっと来るのだ、一方論者に巻き込まれ我を見失った人々の目が覚める朝がいつかきっと来るのだ、色違いな全てのホモサピエンスに永遠に平等な朝がいつかきっと来るのだ、きっと来るのだ。ジョン・レノンもジョス・ラマンもボブ・マリーももういない。2020年、今は2020年。ジョン・レノンもジョス・ラマンもボブ・マリーももういない。2020年、今は2020年。レノンもスラマーもマーリーももういない。2020年、今は2020年。ジョン・レノンもジョス・ラマーもボブ・マリーももういない。2020年、今は2020年。
Yes. Imagine.2020年、今は12月、Yes, imagine. Imagine.